プラーン。はい、今日はね、鶴を書いていきます。鶴の鳴き声、皆さん知ってます？あいつらね、割とおとなしい鳥ではあると思うんやけど、あの求愛の時だけね、ものすごいうっさいんですよ。僕ね、初めてあの、なんや、天王寺動物園で聞いた時ね、めっちゃうるさくてビビりましたね。キエー言うんですあいつら。あいつって友達みたいになってるけどね。首んとこはちょっと細めにねしてあげます。よいしょ。で、胴体はね、さつまいもみたいなイメージでしてあげるとね。やべえ、時間ねえぞ。縦長やからちょっと急げ。あー、やばい、炭が切れた。炭切れた。もっと濃ゆく行きたかった。ここもっと濃ゆく行きたかったよ。もう段取り悪い。よし、足掛け早よ。よし。2分は結構厳しいな、やっぱり。はい、どうやさ。あ、結構時間残るやん。なんやねん。グダグダか。もっとちゃんと書けたやんか。こういうとこも書いたよか。じゃ、ここの隅切れたん痛いな。くっそー。しくったな。まあ、いっか。はい。完成です。はい、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。いつもね、グダグダながら見てくださる皆様のおかげで頑張って配信を続けております。それではまたお越しやすー。